入学前は YouTube の再生回数がよく言っても100ぐらいで、そんなに言うほど回ってなかったんですよ。入学後は北野先生の方に添削っていうのをしていただいて、再生回数が10倍以上になりました。510ぐらいですね。定着率はほぼ 100% です。皆さんこんにちは。こんにちは。今回は物販スクールを運営されている受講生のかなる子さんが3ヶ月でなんと510万円の売り上げを上げられており、そしてなんと制約率 100% で講座が売れているという秘訣について、具体的にそういったポイントノウハウを聞いていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では簡単に今の業種活動内容を教えていただけますでしょうか。現在は貧乏研究家かなる子社長として発信させていただいてて、日本一貧乏を脱却できるネット物販スクールを運営しております。ありがとうございます。かなる子さん、実は僕自身のライブ配信も実は4年前から見てくださっていて、毎回コメントしてくださってライブもね盛り上げてくださっているんですけども、次にご入学のきっかけっていうところもお伺いしてもよろしいでしょうか。北野さんの発信とかライブっていうのをずっと見てたっていうのももちろんあるんですけれども、一番の決め手でなったのは、はい、直接北野先生からサポートを受けられるっていうのが一番の決め手でした。ありがとうございます。他のマーケティングスクールとかだと代表の人からっていうよりはスタッフさんが対応しますっていう講座が多い中で、こちらは現場主義で僕が直接サポートさせていただいているっていうところに価値を感じていただいてっていうことだと思いますが、次に入学前と後の変化っていうところも聞いていきたいんですが、入学前の状況ってのはどういった感じだったんでしょうか。入学前は YouTube、TikTok、Instagram をやらせていただいてるんですけれども、入学前は YouTube の再生回数がよく言っても100ぐらいで、そんなに言うほど待ってなかったんですよ。入学させていただいてから YouTube のタイトルの付け方であったりとか、概要欄の書き方とか話し方とか教えていただいたことで再生回数が10倍以上になりました。 TikTok の方も入学前は本当に伸びなくて、ちょっとこれ赤のちゃうかなみたいな勝手に思ってたんですけれども、入学後は北野先生の方に添削っていうのをしていただいて、 TikTok が3日で1000フォロワーババババって増えて、通知が止まらないっていう状態になって、何が起きたんだっていう状態になりました。 Instagram も400ぐらいの少ないフォロワー数でもリール動画の添削っていうのをサポートの方でかなり丁寧にしていただけることで、リールの再生回数が3万回超えたんですよね。それまでは全然回らなくて、もちろん YouTube とか TikTok の方からも入学前は制約っていうのはなかったんですけれども、入学後っていうのは制約にも無事につながったっていう状態になって、目に見えた結果っていうのが出てる感じで、本当にありがとうございますっていう感じでございます。ありがとうございます。今ちょうど入学して3ヶ月目でね、この動画を撮らせていただいてるんですけど、累計の売上で言うと今どれくらいでしょうか。全然足したことないんですけれども、510ぐらいです。素晴らしいですね。ちなみに現在制約率っていう面で言うとどれくらいで売れてらっしゃいますか。制約率はほぼ 100% です。素晴らしいですね。制約率 100% って皆さん耳を疑った方もいらっしゃるかもしれないんですけど、しっかりとこれ理由がありまして、ロジックがありますので、そういったあたりもこの後詳しく聞いていきたいと思うので、ぜひね最後まで見ていただきたいと思うんですが、今画面に映させていただいているのがかなる子さんの TikTok になります。こちらが今1360フォロワーということで、再生回数もショート動画がバズって1個の動画だけ1968いいねついているということで、これが数万再生とか2桁万再生ぐらい伸びたものだと思うんですけど、ここから3日間でフォロワーが1000人増えていると。こちらに映っているのがかなる子さんのインスタグラムということで、もともと1万人いるインスタグラム運用サイトはいたんですけども、エンゲージメント的に落ちてきたというところで、新規アカウントとしてこちらのアカウントで、最近立ち上げられてというところなんですが、今お見せしたリンクは全部概要欄に貼っておきますので、ぜひ皆さん後でチェックしていただきたいんですが、まずインスタグラムですね、運用でかなる子さんが意識されているポイントを教えていただけますでしょうか。入学前は権威性っていうのをほとんど出せてなかったんですよね。入学後、その権威性っていうものがどれだけ大事かっていうのを北野先生にすごく丁寧に教えていただいたことで、権威性っていう意味を理解ができて、権威性を出さないと人は見てくれないんだっていうことに気づき、権威性っていうのを出しました。あとは短絡的快楽っていう講座の中で詳しく教えていただいているものなんですけれども、短絡的快楽っていう表現も出すことで再生回数が回るっていうことが分かったので、牽制と短絡的快楽っていうのを常に入れるっていうことで意識してやっております。かなる子さんも以前のインスタとかでも数万再生という再生数を叩き出された時にも、そういった細かい部分、神は細部に宿ると言いますけど、そういったところの台本添削っていうところね、サポートラインで提出をいただいて、毎回添削をさせていただいて、そういう微調整を重ねていったことで、それをリールでも上げるし TikTok でも転用していくことで、両方から集客につなげられていらっしゃるということだと思いますが、あとはかなる子さんライブ配信をすごいまめにされていらっしゃるということで、インスタライブで意識していらっしゃるポイントとかもあれば教えていただけますでしょうか。視聴者さんとコメントでしっかりやり取りをするっていうことを意識してます。名前を呼ぶ、コメントしてくださったことに丁寧に回答するっていう風な感じで、リアルタイムで人と喋ってるような感じで話すっていうことを常に意識してて、あとは私の全然できなかった頃の話を具体的にしてますね。貧乏時代にこういうことをしてたとか、コンビニ行って十数年単位をケチケチしてたとか、そういう
個のエピソードっていうのも踏まえてフォロワーさんの目線になって話ができるようにっていうのはインスタライブで常に意識してますね。あと北野先生に教えていただいた例え話を入れるっていう風な話し方っていうのもインスタライブでは実践させていただいてます。うちの学科のコンテンツの中にストーリーテリングっていうコンテンツがあるんですけども、人を魅了して感情を動かしていくための話し方の話術っていうところ、実はこれインスタライブのテクニックやノウハウ心理学、こういったものをうちの学科でやっていくんですけど、どういう風にすれば人の心を動かしていくのか、そして人を引きつけられるのかっていう、そういった話術のテクニックっていうのはまた別にあるんですよね。こういった話し方のコンテンツっていうところもね、うちの学科で取り入れていただくことでしっかりとお客様にファンになっていただくっていうところができているからこそ、それだけ高い成約率で売れていらっしゃるのかなというふうに思うんですが、次に特にこの成約率、先ほどねおっしゃられていた 100% で、ね、サービスが売れていれるということで、この LINE の配信っていうところもね具体的に聞いていきたいと思うんですけど、売上を上げていくために LINE の配信でいかにお客様を教育していくかっていうところがねすごい重要かと思いますが、意識しているポイントとかってありますでしょうか。 LINE の5つ目に講座の中で教えていただいた動画を送ってるんですね、はい、その論点を北野先生に本当に細かくすいませんっていうぐらいも添削していただいて動画を作らせていただいて、それを1つ目に送るっていうのをやってます、うん、あとは週に2回ぐらい配信の方をして、返信が来たらなるべく早く返すっていうのを意識して、一言二言で適当に返すとかじゃなくて、本当にもうその人に向けてしっかり内容を書くっていうことをかなり意識しております。実は LINE のお客様からの感想とかメッセージ一対一トークっていうのは、雨な人が僕は結構 SNS マーケティング勝てると思っていて、特にリストが少ない段階の場合は1対1の濃いやり取りで親密度を上げていくっていうね、それができてるからこそアナロコさんもねここまで高い成約率が出しているのかなっていうふうに思うんですけども、概要欄後で LINE 貼っておきますのでぜひ見てみていただきたいんですけど、 LINE 登録後の1本目のローンチ動画のクオリティがめちゃくちゃ高いということで、僕も何回か添削をさせていただいて、編集した後もそれを僕はチェックさせていただいているという形で、みんなのローンチ動画を僕添削させていただいてるんですけども、そのローンチ動画クオリティが高いというところも成約率に直結してるかなと思いますね。あとはセールスで意識したポイントっていうところについてね聞いていきたいと思うんですけど、成約率 100% の秘訣ということで、かなる子さんが意識してるポイントあれば教えていただけますでしょうか。セミナーに来るまでにお客さんと信頼関係をしっかり構築するっていうのをやっておりまして、メッセージの返信は早くする、実績者の声っていうのを送ってるっていうのと、スクールの様子っていうのを私のインスタグラムの方で流してるので、あ、ここは大丈夫なところなんだっていうのをお客さんが事前に知っていただけるので、安心して入会していただけるっていう風な感じになってますね。ありがとうございます。実際かなる子さん物販スクールの内容であったりとか透明性を高くしておくっていうことですよね、セミナーの前にですね。ここはねすごい安心感につながっているんじゃないかなというふうには思いますね。あとは日々のインスタライブだったりとか LINE とか1対1のトークの手厚いやり取りっていうところで、1対1の心のつながりを強化していくっていうところが後の高い成約率につながっているのかなというふうに思いますけども、次ですね、改めて入学して良かったことなどあれば教えていただけますでしょうか。入学して良かったことは全部なんですけれども、一番良かったなって思うのが、とにかく北野先生のサポートが神がかってすごいんですよ。私が質問したらすごい量の情報を教えてくださるので、私サポートのメッセージが来た時にわーって一回感動してから読むっていうパターンになってるぐらいの、それぐらいのサポートがすごいいいんですよ。メッセージサポートの返信も一言サポートで返信したことがなくて、毎回しっかり長文で返信していただけるので、すごく質問がしやすいっていう環境になってるので、すぐに聞ける環境があるっていうのがすごく良かったなって思います。北野先生のスクールはインスタグラムだけじゃなくて TikTok とか YouTube とか LINE の配信まで教えてもらうので、内容盛りだくさんっていう感じで、ここに来て結果出ない人いるのかなって私は思うぐらい本当に留学して良かったなって思います。そう言っていただきありがとうございます。サポート LINE に関しては全部僕が見させていただいてまして、僕の思いとしても受講生さんから一つ質問来たことに対して、もちろんそれに答えるのは当たり前なんですけども、それプラスアルファでこういう知見もありますよとか、1来たら僕はやっぱり5とか10返したいっていう思いで返信させていただいてますので、そういう意味で受講生さんによっては長文で返させていただく、もしくは場合によってはボイスメッセージとか、場合によっては動画とかで回答とかお送りさせていただいたりとかしておりますね。ではこの動画を見てくださっている方で、これから SNS を始めていきたいという方だったり、弊社実践 SNS 集客学会に興味を持たれていらっしゃるという方に向けて、最後何か一言メッセージがあればいただけますでしょうか。いろんな SNS のスクールあると思うんですけれども、私は SNS でしっかりやっていきたいっていう思いがあるのであれば、絶対に北野先生のスクールがおすすめだと思います。マニュアルもすごくしっかりしてて、コンテンツの動画がすごく見やすくて分かりやすいんですね。何より北野先生から直接サポートが受けられるっていうことなので、北野先生のスクールに来て結果出なかったらどこ行っても無理なんじゃないかなって思うぐらい、本当しっかりやれば結果っていうのは得られるスクールなので、私はおすすめします。何かを習うっていう時も最前線で現場に出てやってる方のとこで学ぶっていうのが大きな成果につながるポイントになりますので、私は北野先生のスクールっていうのを悩まれてる方、 SNS で結果を出したい方っていうのは北野先生のスクールおすすめしておきます。北野先生のスクールに VIP コースっていうコースがあるんですけれども、私はこの VIP コースっていうのがすごくおすすめかなって思います。 VIP コースっていうのは5回があって、直接北野先生に会えたりとか他の受講生さんにも会えるので、普段自分が気づけなかった気づきっていうのを交流会で気づくことができたりとか、実際に会った話
話が、東京の交流会の時に北野先生にインスタのデザインのことを私が相談させていただいたんですね。その時にここを変えたらいいよって教えてもらって、その北野先生のたった一言で2週間後ぐらいにすぐ大きな結果が出たので、直接リアルで会って教えていただけるっていうことっていうのは、普段サポートラインとかズーム勉強会では聞けないことが聞けるっていうことで、私は VIP コースがおすすめかなと思います。 VIP コースの場合は東京リアルセミナーとか交流会、あと東京大阪名古屋でも2ヶ月に1回全国の受講生さんに会いに行ってるんですけど、それも VIP だけのリアルオフ会だったりしますので、そういう意味で VIP コースを選ばれる方も多いですけども、ありがとうございます。ということで今回カナロコさんと実績対談でいろいろお話しさせていただいたわけですが、最後カナロコさんの各種 SNS そして LINE 公式アカウント概要欄に貼っておきます。特にカナロコさんローンチ動画とかもそういう風に作られてるかなっていうのも参考になると思うので、ぜひ登録してチェックしていただきたいと思いますし、また今 LINE 登録いただくと、特にカナロコさんは物販スクールの専門でされていらっしゃるので、特にこれから副業とかで収益化をしていきたいという方とかも LINE 登録いただくと今だけプレゼントがもらえるということで、簡単にそのプレゼント内容をご紹介いただいてもよろしいでしょうか。再現性の高いお家で在宅副業レッスン講義の動画と、10万の利益を得られるメルカリマニュアルであったりとか、在宅で5万から10万を得られる自己アフィリマニュアルとか、売れる商品リストっていうのもお渡ししております。ということでこれが無料で LINE 登録でいただけるということですので、ぜひ皆さんこちらに興味ある方はチェックしてみていただけたらというふうに思います。ということで金子さん、本日もお時間いただきましてね、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、今回も動画を最後にご視聴いただき本当にありがとうございました。最後に私から特別なご案内があります。下の概要欄からこちらに出てる私の LINE 公式アカウントに登録いただきますと、僕自身が今まで4年間で累計14億円売り上げてきた SNS マーケの本質をまとめたこちらに出てる豪華11大特典というのをプレゼントさせていただいております。それでは一つずつ詳しく見ていきます。1つ目、毎月2000万売れる SNS× ライブ動画マーケティング徹底解説講義動画。2つ目、月1000万売れる SNS 集客改善徹底解説動画講義。3つ目、文字だけでバズるリールショート動画集客完全講義動画マニュアル。4つ目、問い合わせが爆増する LINE リッチメニューの作り方徹底解説講義マニュアル。5つ目、 SNS マーケで高額商品が爆売れする魔法のテクニック大公開完全講義動画マニュアル。6つ目、月100人集客できるインスタライブ集客完全ロードマップ。7つ目、業界最先端のインスタ集客ノウハウを詰め込んだインスタグラム超集客を電子書籍。そして8つ目、一番優しい LINE でステップメール配信術電子書籍。9つ目、プロが教える5ヶ月でインスタ1万フォロワーを増やすインサイト分析完全攻略講義動画。10個目、インスタインサイト分析の自動計算テンプレシート。そして11個目、 LINE× インスタ超集客をプレミアム攻略セミナー。通常参加費1万円のところが無料で参加できるプレミアム参加チケット。これら豪華11大特典を無料でプレゼントさせていただきます。こちらのね、11大特典なんですけども、ぜひ概要欄から私の LINE に登録いただいて、こちらに出ている11大特典とですね、そのままメッセージを送りいただけましたらプレゼントがね自動で届きますので、ぜひこちらを手に入れて、ぜひ皆さんの売上アップそして集客を加速させるためのヒントとしてね、ご活用いただけたら嬉しいなというふうに思います。それではね、これからも日々有益な情報をどんどんお届けしていきますので、これからの動画もぜひ楽しみにしていただけたらと思います。それではね、今回の動画も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。